さあ始まりました、ハナリバボンの上出です。アンです。お願いします。お願いします。今日は11月24日ということで給料日の日です。おめでとうございます。なんで、今日は、135kg 給料全速攻爆買い企画となっております。すごい。花よりバーボンで、ちょっとここでなんですけど、使える制限がちょっとありまして、家に10万を納めてるんですね。すごい。で、あと所要費とかいろいろあって3万、ちょっと使えないんですよ、はい、で使えるのが2万とで、今自分給料15万なんで、まあ、こういう内訳になっちゃいます。めっちゃわかる。こういう内訳になっちゃいます。このこちら2万ですね、を使ってデブの欲しいものを買っちゃいたいと思います。さあ帰ってきました。いや、もう22歳手取り15万の男が給料を全部費やしたものです。はい、はい、早速開封していきましょうか。まず一つ目、テキーラの1800。1800聞いたことあります。私もこれ結構有名なものですね、うん、テキーラっていうのはあんまり今自分の中で飲んだことなかったので、うん、飲んでみます。あ、飲みますか。あ、私飲んでますけど。おめでとうございます。お疲れ様でした。これ、いや。お疲れ様の気持ちを込めて、はい、いただきます。うん、まテキーラ最高っす。めっちゃうまい。これ最高に美味しいな。すごい、なんか芳醇な匂いというか。くっさ、ちょっと早く閉めてもらっていいですか。あ、激臭です。で、2つ目ですよ。はい、一番気になってますよね、これ、はい、まあ、エリンギと書かれてるんですけど、業務スーパーで買ってきた。おー、さあ、じゃあ早速紹介していきたいなと思います。まあ、まあもう見えたっていうか、もう本当に一番これが目に引きますよね。やばい、それ何それ。はい、まず一つ目、巨大お好み焼きです。でっかすぎ、マジででかい。めちゃめちゃでかいですよね。え、ほんまにでかい。で、この大きさで、500円いってないっす。よっす、はい、500円、あ、お釣り来るんですよ。すこの大きさで重いし。めっちゃでかい。はい、続いてデブの命、ポテトチップスです。え、それはもう買ってくると思ってました。あ、予想済みでした、はい、大盛り。本当や。これもちょっと業務スーパー行ったらこれも欲しいな、買ってきました。で、続いて、デブが太る原因、クッキー、バタークッキー。絶対美味しい。まずバケツに入ってる時点でちょっとおかしいですけど、まずケースじゃないんで、ね、うん、はい、クッキーと、うまい棒、明太子味です。あ、明太子、私も好きです。大好きですよね、これ。美味しい。で、ここまでお菓子続きなんですが、はい、辛ラーメン、これも大好きなんですよね。さすがデブの源。デブの源っていう。はい、で、一番楽しみにしてた、はい、チョコババロア、おお、とろけるプリン、パンナコッタになります。パンナコッタ、私大好きです。これは本当に一番の目当てで買いました。美味しそう。で、最後になっちゃいます。コーラサワーの素ということで、またお酒や。これ何が問題かって、これ2リッター、あるんですけど、はい、1対3で割るのがおすすめ、はい、で、綺麗に1対3で割った時にこれ8リッター飲まないといけないってことなんですけど。どんぐらいでなくなりますかね。キャパじゃないです。でもキャパじゃないです。はい、なんで、炭酸水と割っていただきます。絶対足りない。これはないです。はい、ということで、業務スーパーで買ったものが以上になります。すごい。いや、全部でかい。めっちゃでかいですね、ちょっと本当に。いや、でもこれは全てちょっとデブが欲しかったものなので、今めっちゃ幸せです。こんなこと嬉しすぎます。私嬉しすぎます。アンさんの話じゃないですか。嬉しすぎます。さすが、歌ってますね、私の好きな子でも。まずお好み焼きから食べていきましょうか。おー、開けます。いい匂いする。いい匂いする感じ。
でかくないやっぱり。ケーキ入刀。え、待って、中なんか入っとる。え、何入ってんの。え、マジで。え、ほら、焼きそば入ってます。え、美味しそう。え、ほら、さすがだな、マジで。炭水化物、温炭水化物なんだ。おお、よいしょ、500円以下です、これで。いや、すごい。いただきます。でかいんですよね。え、でもこの量多分普通に食えんと思う。これすごいすごい。500円以下ですね。うん、なんか野菜もめっちゃ入っとる。え、うん、めっちゃいいじゃないですか。続いてなんですけど、一番気になってそのコーラサワーの素をちょっと飲んでみたいんですよね。はい、濃いめがお好みの方は、はい、第2って書いてありまして、おすすめが第3。どっちにします。いや、おすすめでちょっと先だ、あの先だじゃない先ほどのあのテキーラの件がうわ、こう、どうですか。あ、じゃん、はい、めっちゃいいと思います、これで。あ、でも美味しそう。めちゃめちゃ美味しそう。いただきます。コーラいっぱいが。これはすごいわ。え、コーラですか。コーラ、これすごいわ。業務スーパー素晴らしいところやね、こんな画期的な。だってね、コーラですもん。めっちゃ美味しい。うまっ。ここまでありましたよ、さ私これ気になっとって、見たことないんですけどこんなバケツに入ってますね、はい、え、どうやって開け方から。おお。あ、こうや。ああ、ちゃんとあれ梱包されてます、はい、あ、すごい何個入っとるやん。ここまだありますよあ、まだあります。じゃーん、以上ですこんなに梱包された袋がこれいっぱい出てくる、ちょっと危ないものになりますよね怪しいね、怪しい。ちょっと良くない、これ14個。うわ、美味しそう。ドーナツみたい。いただきます。うん、めっちゃ太る味してんなこれめっちゃ分かります。レブ好きやもん、この味で。そして最後なんですけど、はい、お、こちらです。なになに、ビッグワールドで買ってきたものなんですけど、実家ですね。実家です。おお、え、かわいい。じゃん、白のアウターです。ベイマックスに、はい、おー、こんな感じなんですけど、分かってますね、ビッグワールドさん、はい、ありがとうございます。本当に 6L って本当にレアなんですよ。これが16,000円。おお、で、テキーラが4,000円だったので、もう2万円の上限を超えちゃってるんですよ。なので、業務スーパー分は、先輩のおごりで。ありがとうございます。すごい、はい、ということで、135kg、手取り15万の男の爆買い企画でしたそうですね、まあ、皆さんも本当に給料は有意義に使ってください。本当に自分はもうちょっと来月の大事な福袋イベントがあるので、ビッグワールドまた大量に買いたいと思います。楽しみにしてます。よろしくお願いします。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。満足ですよかった。